ました。マリンカフェ、今回のゲストはももかちゃんです。お願いします。お願いします。とってもフレッシュな子が来てくれました。今いくつでしたっけ。今21歳です。21歳、大学生。大学これから4年生です。あ、大学ね、今通いながら活動を続けてて、ちなみにその活動はいつからやられてるんですか。初めてライブハウスに立ったのは17歳の時なので、4年くらいになります。じゃあもうそれから早いよね。なんか自分の中ですごい変わったなって思うところとかあります。もともとはその楽器を弾くのが好きでギターとか始めたんですけど、なんか最近はこれ歌うことってすごい大事です。なんか歌うことって難しいなっていうのを思って、今歌大事にして歌っていこうと思います。そうなんですね。いつもは歌詞から作ったり曲から作ったりするんですか。じゃあ曲ですね。あ、メロディーから曲から、はい、曲からパッと起こってくる。はい。あ、そうなんだ。何か曲作りで心がけてることとかありますか。哲学とか好きなんですけど。哲学頭良さそうな発言かそういうのをなんか見て、歌詞もなんか人の心に刺さるっていうか、それわかるみたいなのを歌詞にしたいなと思って、今回のこのコラボした曲もそうなんですけど、すごくね、あの歌詞にすごい意味を込めて作られてる方なのかなって勝手に思ったんですけど、何かこう思い入れみたいなのがあったら教えてほしいんですか。人生で、哲学だね。なんか調子のいい時って、その人の周りにいろいろいろんな人が集まってきてくれるというか、でもなんかその人が調子が悪い時とか、なんか不運なこととか起こってきて、なんかこう人が離れてくるって、連鎖じゃないけどね、はい、でそういうなんか時にこそフォローにいてくれる人を大切にしたいなと思って、だから普通に眠れてる夜じゃなくて、眠れない夜ほどそばにいてくれる人を大切にしたいなと思って、ちょっとそれをこう恋愛とかけて。そうなんですね。今回は恋愛ソングではあると思うんですけど、恋愛だけじゃなくて、そういう風に何か落ち込んだりしてる人にも聞いてもらいたいと、はい、そんなメッセージが込められてたみたいなので注目して見ていただけたらと思います。じゃあもう趣味はその、ファッションも好きだし、哲学をこう読むことも、読むというかなんかいろんな名言をね知ることも好きだと思うんですけど、他にも何か掘ったら出てきそう。どんなことが他好きですか。もう音楽と同じくらい将来見るのがすごい好き。ちょっと待って、意外じゃない。ちょっと待って意外じゃない。そうなんですか。はい、ちなみに なんていう方が。花子さんがすごい好き。花子さん、花子さん2人組。その2018年のキングオブコント。あ、そうなんだ。お笑いライブとかにも行ったりするの。行きます。あ、たまに。普通だね。すごい好きです。そうなんだ。私も高校生の時お笑いライブ行くの大好きだった。私はね、個人的にパンクブーブーさんとノースタイルさんめっちゃ好きなんですよ。今度一緒にお笑いライブも、はい、誘ってもらったらいつでも行くので、また花子さんもね、ぜひ一緒に、なんかどういうのだよって教えてほしいなと思うので、はい、4月の26日が、私誕生日なんですけど、めでとう。その日に若林美樹さんっていうシンガーの方と、私でちょっとあの企画ライブで、そうなん、私のこうバースデーパーティーみたいな感じで、企画をでライブをします。どちらで。ちなみにバナナコーヒーさんなので、気になった方はぜひ4月26日誕生日プレゼントにちょっと期待しているももかちゃんのところへ皆さんがお誕生日プレゼントとなり、ね、みんなが言ってくれるだけでもお誕生日プレゼントだもんね。それが一番。そうだよね。ぜひ皆さんお誕生日をお祝いしに足を運んでいただけたらと思います。というわけでお届けしましたマリンカフェ、今夜のゲストはももかちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。
眠れないよ。